移籍したことでキャッチャーの配球の良さ、相性の良さも一つの要因だと言われています。大竹線の投球を支えているのは、六大学野球つながりが明治大学出身、2学年先輩のキャッチャー、坂本誠志郎選手、阪神のスタメンマスクは梅野龍太郎選手が務めることが多い中、大竹選手が先発の際は坂本選手がスタメンに座り、高リードで投球をサポートし、大竹選手も坂本選手のリードに全幅の信頼を寄せています。大竹選手がそんなに調子が良くなかったように映る試合でも、無失点に抑え、これは坂本選手のリードの貢献度が高いと言われています。大竹選手の調子が良くなかったら、勝負できる球や状況を考えながらうまくリードしています。これは、阪神やオリックスで活躍した能見篤史も、大竹選手と坂本選手のバッテリーを称賛しています。チェンジアップで泳がせて奥行きを有効に使っていた。まっすぐとチェンジアップの絶妙の配球。そしてツーシームでアクセントを加えている。緩急でタイミングをずらすのがうまい。と唸らせました。